東坂トンネルは、兵庫県の丹波市と長来市の間にある、兵庫県道路公社が管理、運営している、有料道路である。2 6トルが、トンネル、道路延長は4 7トルとなっている。県道三島柏原線のうち、丹波地方と田島地方の境となる、氷上郡青垣町円坂から長来郡三東町芝にかけての東坂峠は、急勾配で、 ヘアピンカーブが多く、特に陶器は、積雪や路面凍結が多いため、交通の難所となっていたことから、これをトンネルによりバイパスすることが計画された。1973年に着工し、1977年、春工。同年5月27日に開通した。1982年10月29日、県道西脇和田山線ともに国道427号に、 指定された。1993年4月1日には国道483号に指定された。2006年7月22日の自菊標庫国体に合わせて、日上インターチェンジ和田山 JGTIC が開通し、北、近畿と洋歌自動車道と一体化された。この時、高規格幹線道路である北、近畿と洋歌自動車道との安全な接続のため、 遠坂トンネル有料道路も自動車専用道路とする必要があったことから7月12日以前は利用可能であった小型自動二輪車は通行禁止となった同時に国道427号の指定が外され自動車専用道路の国道483号となっているまた北近畿と洋歌自動車道との一体化に伴いそれまで設計速度が 時速6 0トルであったものを、北、近畿と岡自動車道と同じ時速8 0トルに改築する事業が2003年度から実施された。北、近畿と岡自動車道は無料であるが、遠坂トンネルのみ有料となっている。料金所は、町来市側の山東インターチェンジの付近にある。従来は現金及び、回数券のみ、利用可能であったが、 ヒカインターチェンジ和田山 JGTIC の開通に合わせて ETC カードが利用可能となった。また ETC レーンが建設されノンストップ化が実現されている。なお、その他のクレジットカードは利用できない。普通車、320円中型車、370円大型車、520円、特大車、890円軽自動車等、210円。 ありがとうございます。